エンディングドリームの出演者皆さん全員集合、見てみてください。すごいですね、すごいでしょ、素晴らしい。床に置くつもりさん大丈夫です、はい、皆さんは結構後ろの方に行かれるんですよ前の方に来ていただけたらなと思います。いや、はい、行き過ぎです、はい、行き過ぎです。で、皆さん意味わかんなかったです、すいません、それははい、ということでちょっと撮影タイムに向かいたいと思います。あ、小林先生、あ、もしよろしければ中心に来ていただきます。すみません、はい、すみません、はい、あれ、窓の方がいない。あれ、窓の窓の老後はあ、では、はい、じゃあ記念撮影タイムになります。どうしましょうか、前の人は。じゃあ、あれは呼んでいただいて、おなりに、おなりにせたくなって大丈夫かしら。あれ、おっぱい書いてもらった、あ、おっぱい、おっぱいだ、おっぱい、おっぱい、何回連続、すいません、おっぱい、おっぱい。じゃあ、リンクさん、どちらから行きましょうか。じゃあ、正面から行きます、はい、はい、はい。あ、DJ シンジです。今日はありがとうございます。シンジでーす。レッドポイントだね。僕、自分で曲作って、作詞作曲して、PV とか MV 作って、YouTube で載ってるんで、ぜひそれちょっと、再生回数が全然少ないんで、みんな見ていただけたらと。こっちも自分で言うのなんですけど、いい曲だと思いますんで、僕自身もちょっとかっこよく映ってきたなと思いますんで、ぜひちょっと皆さん協力して再生回数とか上げてくれたらな。ちなみに新次さんの最新、一番最新の YouTube に載ってる曲のタイトルは何ですか？ SQW。 何言いましたよ。DJ 信じて調べていただけたら、まあ、出てくると思うんですよ。知ってるね。もともと信じじゃないもと、あ、そうだ、もともと信じは最新。知ってるから。全然ついてかない。最新曲、もともと信じだ。はい。もともと信じ。ぜひ一つよろしくお願いします。私がもともと信じです。さあ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。他にある方は、どうもありがとうございました。先週サンデー毎日に乗ったんですけれども、今週は、木曜日に日刊現代という新聞に、私たちの記事が載るので、ぜひぜひコンビニとかね、駅の売店などで、でさっき相方から立ち読みじゃない、多分百何十円とか200円しないんじゃないのかしらね、多分ね。でさっき聞いたら、なんか夕方に発売されるの、本当なの？そうじゃない、日刊現代って分かりますかね、夕刊、夕方に、本当に
あと言い残したことライブですね。言い残したこと、言いたいことが言い残したこと、あさってね、あさってね、あさって、明日は北綾瀬で、ステージがありまして、はい、いや、明日は北綾瀬で、あさっては、全部大事だけど、あさっては、新宿レフカダで、アーマーゲイライブというライブの最終回だね、新宿レフカダというところであります。あの、茨城の先輩の赤プルさんが主催。あーあー、なるほど。僕も茨城で。喋りかけない。いや、まあ、茨城代表の赤プルさんとかね。劇場ありましたっけ。北綾瀬、実はパチンコ屋で3回ライブやるっていうステージ、ステージ決勝なんですね。まさかパチンコやってるとこではね、できませんか。ひねりをもらうみたいな感じだね。で、新宿のレフカダのあさってのライブは、楽しんごさんとか赤プルさんとかねずっちさんとかいろんな方が出るんで、ぜひね、あのチェックしていただきたいなと思います。ほら、関東地区普通に喋んない。エンディングコーナーって言ってたよ。関東地区 の、 あの、災害に遭われた方への、募金も兼ねて、あ、はい、ね、はい、そういうことで、声枯れて、あ、そう、お時間があったらお越しください。はい、ありがとうございます。大変ありがとうございました。他に、アンチルドリンク。前のコンビで誰も知らない、パルシエムです。パルシエムです。ありがとうございました。アンチルドリは昔のコンビ名でございます。なんで言ったのかわかんないですけども、またパルシエン、ネット番組が決まりまして、ありがとうございます。すいませんね、まあ、第4金曜日、毎月第4金曜日に、ハイクラブという最近海外から日本に輸入っていうんですかね、まあ、ネットサイトとして輸入されてきた、サイトがありまして、そのハイクラブさんのところで、公式チャンネルで、パルシエのパルパルチャンネルというね、番組を、はい、やらさせていただきます。エロパルの番組じゃなかった？ダメです。違います。私、今うちらのこと呼びました。呼んでない、いや、パルシエのものです。パルはパルはパルシエのものですよ。いや、パルシエのパルですから。被ってるか。ちょっとね、もうパルと被りましたね。パルと被りましたけどもね、もしかしたらどっかでゲストに出るかもしれませんけども、はい、まあ、基本はね、声優さんをゲストに、初回ゲストが堀江、博文さんっていうね、堀江もんじゃないです。堀江もんではないです。ロケット、いや、ね、ロケット作らないんでね、はい、そっちじゃないの。ロケット作ってますから、堀江もんさんはね、はい。まあ、こちらのアイクラブさんのところで、パルパルチャンネルで検索していただければ出ますんで、よかったらパルシエで検索してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、他に、ありがとうございました。明日23日水曜日、新宿のですね、フープラスというところですね、ピン芸人が3人で新ネタを3本作るという、新ネタ3本ライブポップ3というのがございまして、ゲストも結構豪華ですので、よろしければ来てくださいということですね。業務的すぎる。キャプテンは宮下さんのアナログだろうという、一応 R1 の、ね、決勝まで行こうと、しますので、よろしければお願いしますとですね。あとですね、今日出たオーダートラベル、魔族小石田純一、メカイのニュースタッフプロダクションというですね、一見派遣事務所みたいなね、芸能事務所におりましてですね、その事務所ライブが、毎月第1木曜日に、渋谷のシアター D というところでございますので、よろしければですね、一人頭ですね、3人ぐらいサポートで来ていただければね、よろしくお願いしますので。何かありますか、他に。しかも、バッティングマジも困ったんですか。困った時に、ちょっと後半見ないでください。ありがとうございます。せっかく岩井さんでした。他にある方は、はい、ミックさん。ここら辺で最後にしておきます。そうですね。はい、はい、今日もありがとうございました。ですね、毎週月曜日20時からですね、ミック・リキのブロックンロール放送、今夜もサティスファクションという、番組ですね、ニコ生と、ツイキャスト、ショールームでやってます。ショールームのアップでこっそり撮ってるんですよ。あ、そうなんですか。あ、肖像権関係ないよね。はい、大丈夫なんですか、はい、ミック・リキで検索するとそういう情報いっぱい出てきます。あと YouTube とかもいっぱい曲入ってますんで、よかったらご覧ください。それから、まあ、ひょっとしたらなんですけども、来月 TBS 学校へ行こう3時間スペシャルに出演するかもしれません。しゃーレコーディングが近いんだ。危ない危ない。はい、そんな感じで必ず売れますんで、覚えておいて、あ、
カモね、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 そう、カモね、みたいな感じなんですけどね。まあ、あの気が向いたら見てやってください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ミクさん、今、ショールーム流してるって言ってましたけど、さっき、周りに言っちゃダメなやつ言ってましたけど、大丈夫です。何か言ったっけ？そうだろ、あの人。心臓強すぎる。さすが、足は弱いけど、心臓は強い。はい。いや、もうやばっと、もありました、時間もいますね。あ、これはあるんですか、ショーは。あ、そうですね、毎回聞いてる。そうですね、大丈夫大丈夫毎回聞いてるんですけども、はいはいはい、今日見た芸人さんたちの中で一番面白かった芸人さんで小林ショーというのをどなたか、はいはいということを、ちょっと、はい MVP みたいなもの、 MVP いただけたらはい、この芸人さん、良かったなっていう芸人さんいらっしゃいますでしょうか。いっぱいありますよ。あの、空手の方も面白かったし。ああ、すごい。じゃあ、いいんですか、うちらで。すごい。ただね、やっぱね、先輩に花を持たせるって言われて。あ、メイドの土産も。そうだね、あの普通にいじってますけど。じゃあメイドの宮城さんがはい、そうですね、はい、小林師匠ということで、はい、こちらはい、商品といいますか、小林さんの方から賞金ですね、賞金を、はい、お、茶ボト、茶ボトが、茶ボトが、はい、おめでとうございます。あ、そうなんですか。はい、ありがとうございます。はい、それではこのスタイルですか。何が MV がこの列になっているっていうのがまた珍しい。こういうこと。すいません、ちょっとグダグダなってしまったんですけど、はい、すいません、グダグダなってしまったんですけど、はい、それでは長い時間ありがとうございました。それではこれにて終わられればアイラブユーは終了になります。この後エントランスにて出演者たちとの出待ちタイムがございますので、皆さんどうぞ出演者たちとの交流の方をお楽しみください。それでは以上でアイラブユーライブ終了になります。本日は皆様ご来場いただきまして誠にありがとうございました。危ないですよね。ただただ明るくなっただけじゃないぞ。